はいどうも、リンゴです。今日はアベンジャーズエンドゲームをネタバレありでレビューしていきます。まだ見てない方は注意してください。ヒーロー映画でこれ以上素晴らしいものって今後誕生するのかってぐらいパーフェクトな映画でした。やはり僕らの予想の遥か上を行くというか、MCU ファンが望んでいたものほとんどが詰め込まれていたんじゃないでしょうか。ストーリーに関しては以前ニューヨーク決戦の撮影現場がリークされてた時から噂されていたサノスがスナップする前の時代にタイムスリップするというものでした。アベンジャーズインフィニティウォーでサノスのスナップによる消滅を免れたヒーローたち、アイアンマンやキャプテンアメリカ等がいかに敗北から立ち上がりアベンジーしていくかが見どころになってました。アントマンの量子世界を用いて過去に戻るということは以前から予想されていましたが、スナップする前のサノスを倒すのではなくてインフィニティストーンを集め再びスナップにより消えた人々を戻すというものでした。その過程でナターシャを失ったり、トニーが父ハワードと遭遇したり、ソーが母親と再会、キャップがペギーを目撃したり、など様々なところで、展開やドラマが用意されてました。中でも一番僕の中で衝撃的だったのがナターシャの死。ソウルストーンを手に入れるためにナターシャかクリントどちらかが命を落とす必要があったわけですが、二人が自分の命を捧げようと競い合った結果、ナターシャの方が亡くなってしまいました。これはほとんどの方が予想してなかったことなんじゃないかなと思います。この死によりアベンジャーズのセリフね、命を懸けて whatever it takes という言葉がより重みを感じることができるんです。ただ石を集めてまたスナップする。これだけでは終わらず、サノス軍が過去から現在へ攻めてくるって、これまた予想外の展開に、キャップ、ソー、アイアンマン3強でサノスを迎え撃つんですが、また敗北仕掛けたところに生き返ったヒーローたちが参戦。で、キャプテン・マーベルも再登場で、もう胸熱な展開なわけですよね。で、戦いの末、トニーがスナップをしてその代償で命を落としてサノス軍が消滅してしまうというものでした。まさにこのアベンジャーズの終わりにふさわしい内容で、ハッピーでもバッドでもなくて次世代のヒーローたちへの思いを紡ぐような形で終わりました。タイムトラベルに関しては過去を改変したら未来も変わってしまうのではないかという疑問も出てくると思います。例えばラストでサノスが死亡したので、今までインフィニティウォーでサノスと戦ってた過去もなくなるんじゃないかと。しかしマルチバースの考え方、バナーが劇中で言ってたこと、過去を変えても未来は変わらない、過去に自分が行けばその過去は自分の未来となる、なので過去の世界と現在の世界って切り離されているので、過去を改変したといっても現在に影響を受けることはありません。ただ過去を改変したことでその過去が本来辿るはずだった世界線を変えることはあると思います。それがエンシェントワンが言ってたインフィニティストーンを別の時間軸から運び出すことによって過去の世界を生きている人々の世界線が分岐してしまうということですね。なのでバナーはそれを防止するためにエンシェントワンにストーンを必ず最後返すと約束しましたね。ソーが映画ダークワールドの世界に戻ってエーテルを手に入れる際にハンマーであるムジョルニアを持ち出したシーンがありますけど、あれを放置しておくとその後あの時間軸の層がマレキスと戦う時に層はハンマーなしで戦うことになりますよね。しかしその時間軸の層にちゃんとムジョルニアを変換すれば問題はないので、映画の最後でキャプテンがストーンをそれぞれの世界に変換しに行く際にムジョルニアを同時に持っていったということですね。次にアベンジャーズ初期メンバーについて、アイアンマンことトニー・スタークはこの映画というよりもこの MCU 全てを通じて主軸となるような存在でした。トニーの死は今思えばインフィニティウォーでもそれを匂わせるようなシーンがありましたよね。惑星タイタンでサノスに敗北したトニーをストレンジは生かしてやれと言い、タイムストーンをサノスに渡します。
ストレンジは1400万以上の未来を見ており、その中の一つにアベンジャーズが勝利する未来がありました。なのでストレンジはこうするしかなかったと話しており、エンドゲーム終盤でもストレンジとトニーが対峙するシーンではストレンジが指を一つ立てます。この時トニーはおそらく自分が犠牲になることになるだろう、自分がスナップすることが一通りの勝利だと確信したんだと思います。ストレンジがトニーにその直前に未来を言えないと言っていたのも頷けます。キャプテンアメリカについては老いて引退するのは意外でした。彼はキャプテンアメリカ1作目でレッドスカルと戦った後に70年間氷漬けにされてました。その前に恋人のペギーとダンスパーティーに参加する予定だったんですが夢叶わず。しかし今回のスティーブは映画の最後に過去に戻った時に自ら違う生き方の選択をします。もうヒーローとしての役目を終える決断ですね。ペギーとのダンスの約束を果たすということはファンも待ち望んでいたし、非常に良かった綺麗な終わり方だったと思います。ソーについてインフィニティウォーではまるで少年漫画の主人公のような活躍を見せてくれてましたが、今回はデブってしまい、もはやギャグキャラですね。ソーのファンとしてはがっかりした方が多かったんじゃないでしょうか。まあそれはあくまで、まあ、見た目の話であって、まあ、内面的には彼はねとても今回の映画で成長してるんだと思います。まあ、ソーほどいろんなものを失ったヒーローはいないと思うんですよ。まあ、その彼が、まあ、母の助言を受けて、まあ、ヒーローとして立ち直る、うん、まあ、見た目は太っちゃってるけど、まあ、彼はヒーローとしてはもう映画の中ですごく成長を遂げています。ソーを演じているクリス・ヘムズワーズはバトルロイヤル以前のソーにマンネリ化を感じていたらしいんです。バトルロイヤルでもショートヘアにしたり、まあ、キャラの雰囲気自体を変えたりして、まあ、ちょっと路線変更してる感じはあったんですよね。なのでヘムズワーズはもっとソーをいろんなソーをやってみたいんじゃないのかと、もっといろいろ層を変えていきたいんじゃないのかと、これは勝手な僕の、これは勝手に僕が思っていることなんですけどね。それにあの終わり方なら、層は今後の MCU にもまた登場することができるんじゃないのかと思うんです。最後にガーディアンの船にも乗っていたし、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー第3弾での再登場っていうのも十分あり得ると思います。ヘムズワーズと MCU の契約って今回のエンドゲームで切れるらしいんですが、続投についても大変意欲的だと聞いてます。期待が膨らみますよね。ホークアイについては今回最初、ローニンというキャラで出てました。珍しく日本が舞台で真田さんがやられ役として登場してます。ただこのシーンあんまりいらなかったんじゃないのかなと思うのは僕だけでしょうか。まあ確かに日本を舞台にしてくれたのはすごく嬉しいんですけどね。バートに関しては前回登場がなかった分、今回活躍がとても多かったですね。ナターシャについては、まあ、先ほど話した通り、途中のリタイアは、まあ、仕方がないけど、最後のヒーロー集合シーンで見れなかったのがちょっと残念でした。ただ、今後、ブラックビドウの単体映画が作られるので、そこでまた彼女の過去や活躍が見れるのは楽しみですね。バナーについては、今回バナーとハルクが合体した姿、あれは半分ギャグなのかなって登場してましたね。あ、キモ可愛いといったところでしょうか。あと今回スナップにより復活したキャラの中にいなかったのが、まあ、ロキとビジョン、ガモラ。彼らはサノスによるスナップで死んだわけではないので、まあ復活はできませんよね。今後作られるドラマでロキとビジョンは登場する予定なので、また彼らの活躍っていうのは見れると思うんですが、MCU のストーリー上での登場っていうのは難しそうな感じもします。ガモーラについてはどうなんでしょう。はい。ということで次の、夏にあるスパイダーマンのファーフロムホームで、MCU の第3フェーズが終了するみたいなんです。夏まで待ちきれませんね。アベンジャーズは一旦終わるみたいなんですが、ドクターストレンジやブラックパンサーの続編もあるし、MCU 自体はまだ続くみたいなんですよね。アベンジャーズみたいなヒーロー集合映画が作られる可能性ってのも十分あると思います。X-Men の合流もありますからね。エンドゲームの中に散りばめられたこうネタとかも話してみたかったんですけども、動画が長くなってしまいそうなので、ここで終わろうと思います。また別の動画で話せればいいかなと思います。じゃあ、エンドゲームのレビューでした。またね。
チャンネル登録はこちらからお願いします。